教科書通りのロシア軍の進み方っていうのはいつぐらいから始まった動きなんですか？ポパズナでの突破あたりからだと思いますね。だ5月ぐらいですよね、4月末から5月頭ぐらいに、なんか戦争の仕方変わったなって感じはちょっとありましたよね。ドボルニコフ将軍がその現場総司令官に任命されたというふうに報じられたんですね。もう従来こう各軍管区とモスクワでこういうふうにハブ&スポーク状につながったものが、一応ドボルニコフを通すんだよねってことになって、こうなんか横串が通ったような効果はあったんじゃないのかなという感じがします。やっぱりかなりこう現場で作戦がうまくいかなくて、いろいろ人間を入れ替えながらロシア軍も苦労してやってるんだなという感じはします。で、まあ、多分そういう中である程度こう教科書通りに戦いをできるようにロシア軍もなりつつあるのだろうと。